モーリー先生、はい、あのですね、はい、スカイツリーって行きました？行ってねえっすよ。あ、行ってないんだ。はい。へえ、興味ない。僕あんまりね、実はね、高いとこ好きじゃないんですよ。意外。私もと、まあ、興味そんなにあるわけじゃないんですけど、まあ、話のネタじゃないけど一度は行っとこうと思って、この間そう初めて行ったんですけど、強風のためエレベーター動きませんって言って結局まあ登れなくて。それ何、チケットは買ったんだよね。いや、それがネットで買おうとしたらもう完売って言って、当日しかないですってなって、でまあ当日じゃあしょうがないからどれぐらい並ぶのか分かんないけど行ってみようって言ったら、風で止まっちゃってるから当日券を買うための整理券って言われたんですよ午前中には着いてたんですけど、乗れるか乗れないか分かんないけど、当日券買えるか買えないか分かんないけど、当日券を買うために3時半に集合してくださいって言われたんですよ。そんな遅いのもう無理と思ったから、まあ、とりあえずあそこなんかショッピングとかもあるし、まあ、ご飯も食べれるから、はい、それだけして帰ってきて、下からこう散々写真撮って終わりみたいな。なるほど。ちなみにあそこの建物の上、うん、建物っていうのかな、あれ、あのタワーの上には、うん、うちの、この番組もスタッフのうちの一人が実は登ったことがある、うん、あの建築中に、ね、作ってるところを撮ってるらしかったんですけどね、うん、そんな話もあったりして、うん、興味あるんですけど、でもそんなところに俺登りたくないですよね、やっぱ怖いんで、うん、じゃ全然今度一緒に行きましょう。嫌です。王林高幸の検体しようぜ。今回ご紹介する端末は NTT ドコモメディアス U N02E。 まずはじめにスペックから紹介していきましょう。サイズは高さ 124mm、 幅 64mm、 厚さ 11.9mm、 重さおよそ 147g、 4.0 インチワイド VGA 液晶、 480×800 ドット、 Android 4.0 搭載、 CPU QualcommMSM8960、 デュアルコア 1.5GHz、 内蔵メモリーはロムが 8GB、 ラムが 1GB、 オートフォーカス対応、有効810万画素カメラがメイン、サブは130万画素、マイクロ SDHC メモリーカードとなっております。ドコモからカジュアルなデザインの防水対衝撃端末がやってきました。実は私も買いたてほやほやです。使い勝手やいろんなことをじっくり聞いてみたいと思います。携帯ピックアップです。今回ご紹介する端末はこちらです。 NTT ドコモ WIZ シリーズメディアス U N02E です。なんと堀先生見て、じゃーん、マイスマートフォン。そうなんです、私もこれなんですよ。私はね、カラーをブラックにしたんですけど、ブラックとホワイトの2色あるんですよね。ですよね、うん、ということで、WIZ シリーズの、メディアス U ですね、はい、ご紹介したいと思うんですが、ひとみちゃんがここに行くのはですね、まあだいぶいろいろあっていろいろ曲折あったんですよね、はい、悩んだ挙句これを選んだようなんですけど、はいはい、実はこれボディのこの周囲の部分が実はこれそれぞれフレームがついてるんですけど、うん、これフレームもそれぞれ違うのね、うんうんうん、アクセントになってて、この同じ色は、うん、背面のこのカメラの部分とかにも同じようにあしらわれていて、すごい綺麗にまとまってる感じがしてて、デザインうまいなとちょっと思いましたって感じなんですが、なんかドコモショップの人に聞いたら、女性がすごい半々に分かれるって、やっぱり赤が入ってるのと白っていうのがポイントみたいで、女性にも受けがいいので、あとまあ外見の話で言うと対衝撃性能とかいろいろあるんですが、もうちょっとその手前側の話をすると、キーが前面にですね、ちゃんとホームと戻るとメニューとそれぞれあります、うん、最近のスマートフォン、まあ、特に今年のドコモの冬モデルとかだと見るとほぼみんなソフトキーなんですよね。要するに画面に表示してのタッチして、はい、センサータッチとかってパターンがほとんどで、ホームキーがかろうじてね、ギャラクシーとか、ギャラクシーノート2とかはホームキーありますけども、はい、ホームキーが備えてるそのスマートフォンって非常に減ってきてるんですよ、うん、これはちゃんと3つともハードキーで表示してるんで、うん、ちょっと地味だけど最近の端末の中ではちょっと意外に実は希少な存在出したんで、非常にまあいいのかなという感じでございますが、はい、ちょっと厚みがね、これ少しまあ、厚みと重みというかな、まあ、幅が 64mm、 厚みが 11.9 と、はい、で重さが147で、まあまあそこそこ重めのクラス、うん、まあ、しっかり系ですよね、うん、まあ持ちやすさとかそういう部分に関しては OK と。実はこのモデルはちょっと先ほどもちょっとお話を仕掛けましたが、今までのメディアスって結構薄型とか、そういうのが出てきたんですけど、今回はプラスプルーフというテーマを掲げて、うん、いろんなシーンでまあ思い切って使うことができますと。ちなみにいきなりのっけからここでやりますけども、
とかいうことをやっても大丈夫な形になってるスマートフォンっていうことなんですけど、N って今までそうじゃなかった、なんでこんなの、はい、こんなのって言って私はすごい聞いてるんですけど、うん、なんでですかね。いろいろネタはあると思うんですけども、うん、はい、N って昔傷のつきにくい、フィーチャーフォンの時代に傷のつきにくい塗装したモデルを作ったりとか、はい、いろいろそういうものをやってきてるというのが一つあると思う。その対環境とか長く使うと思うのも当然あるし、はい、もう一つやっぱり今 NEC カシオなんで、はい、まあ、カシオさんがもちろん当然 G-SHOCK 携帯っていうか G-ZOAN ってやってるんで、対衝撃っていうのは実は携帯スマートフォンにとっていいよねっていうのはやっぱ文化としてはちゃんとそこをうまく影響を受けていてやっていますということなんですが、でじゃあそのプラスプルーフというお話をさせていただくんですが、はい、対衝撃の話なんですけど、対落下性衝撃性能、はい、でこれはG-ZOAN のところにも話が出てくるんですが、いわゆるアメリカ国防総省の通称ミルスペクという、いわゆる MIL ミリタリースタンダードという規格の、いわゆる落下試験をクリアしてますんで、試験場では1m22でしたっけ、1m20ぐらいの高さでこう落としても、だから僕今こう座ってますけどテーブルの上からボンと落としても大丈夫とか、私のでやらないでくださいよ、これぜひひとみちゃんので落としてみたいと思います。一応そういう衝撃に強いというのが1個目、それから当然のことから防水ですね。 IPX5 IPX8 なので、雨が降ってきても大丈夫だし、ちょっと水に浸かったぐらいでもすぐパッと引けば全然平気だし、はい、吉川船長が海に出てきて水しぶきかかるのはちょっと塩なんでちょっとダメなんですけども、お風呂でその水がかかったりとか、それ全然平気ですし、水洗いしてとか、あと庭仕事してるとか、車洗ってとか、全然それで平気なんで、もうその水に関しては全然大丈夫で、防水性能バッチリということですね。でそれから防塵ですね、IP5X ですね、はい、いわゆるアウトドアで使うとき、それこそ庭仕事とかすると土とかホコリとかたくさんかぶるんで、中に入らないようにして、性能を維持できるようになってますと。でここから先がちょっと今まで そのいわゆるもうですよ、防水防塵の端末が世の中にたくさんあるし、対衝撃も G-ZOAN がやってきてることなんですけど、これはなかなかなかったなという路線があって、背面側がちょっと非常に変わってます。網目のようなこうファブリック調のこうテクスチャーがなってるんですけど、さらに汚れの防止するためのいわゆる防護って防ぐに汚れると書いて防護と読むんですよ、防護コーティングの塗装を採用してる。指紋がつかない、確かにつかない、私結構指紋ダメな方なので、うん、で汚れもつきにくいと、うん、当然だからその例えばアウトドアとかで使う時でも、うん、例えばちょっと泥がかかったりしても平気だし、うんうん、安心して使えるのかな。ただし気をつけなきゃいけないのは、その棒のコーティングのこれをしてるのはですね、実は背面のこのカバー部分だけです、はい、サイドのフレームとかは違うんで、うん、そこは大事に使ってください、ね、それからもう一つは、正面側なんですけど、これコーニングのゴリラガラス2というのがついてます。で簡単に言うと、鉛筆の HB とかぐらいであれば別にそれぐらいのもので比較分には全然気にならないレベルの傷がつきにくいと。でここまでがこれで5つなんですけど、はい、もう1個ですね、実はそのプラスプルーフの中の装備として、これで意外に効き目あるなと思ってるんですけど、はい、急速充電対応です。これから私は出かけなきゃ、これから私は出航なのに電池ありませんみたいなことを船長が言うときはですね、30分持っていただければ 50% まで回復します。お早い。通常その 50% まで行くのに、普通だと50分とか1時間とかかかるけど、倍ぐらいのスピードでは充電できるんで、もちろんそれをするためには、一応このスペックを満たすのは、急速充電対応の AC アダプターってことなんで、僕も売ってるものの中で言うと AC アダプター04っていうのが一応対応だそうなので、それを使っていただければ90分ぐらいでだいたいフル充電までいっちゃうそうなので、90分いかないぐらいのかな、すぐ充電してすぐ使えるのは非常に嬉しいのかなと。うっかり充電忘れる人にも大丈夫とこういう卓上ホルダーがついてますんで、カッチャンコって乗っけていただければ大丈夫ということで、こういう形で使えますということですね、はいはい。であとその他標準的なそのスペックのところではちょっとおさらいをしておくと、ディスプレイはこれ4インチです。ワイド VGA かな、なので、そうですね、今のハイスペックの端末からするとちょっと画面が狭いか、もしくは解像度もうちょっと欲しいかなって気がするんだけど、あんまり解像度上げると逆に4インチクラスだって字が今度ちっちゃくなっちゃって見にくいって話にもなるので、バランスのいいところを取ったのかなと。カメラの方は背面側についていて、瞬殺カメラにも対応した有効810万画素なんで、撮りたい瞬を逃さないっていう意味では 0.6 秒起動で、0.6 秒ので起動して0.3秒間隔で、撮影ができると、はい、こんな感じですね。
ってやっていただけるとですね、まあこんな感じで、まあはい、もうスカスカスカと取れちゃうというところで、こういう形で 0.3 秒間隔で撮る、これもなかなかいいところではないのかなと、はい、うんうんうん、それからまあこの撮った写真をですね、はい、クリックするとですね、すぐに、SNS、まあ、Twitter とか Facebook とか、はい、そういったのにすぐ投稿できる SNS シェアという機能も用意されています、うん、でですね、まあ、いつでもどこでも使えるっていう意味で言うと、まあ、いつでもどこでも使えるんだけど、使えるだけじゃダメだろうって話ですね、うん、意外にこういうアプローチあったかよと思ってちょっと個人的には関心をしたんですが、受信リマインダーっていう機能が載ってます、はい、よく僕もやるんですけど、あの電話かかってきてるんだけど、僕なんかよく、まあ、ポケット入れてるんで、ポケット入れてくるのに電話かかってくると、ずっと気づかないままだと、ずっと気づかないままで家帰ってみて、あーと思って、ただいまと思って出してみて、あ、誰それから電話あったじゃんみたいなことで、もう何時間も経って、これは夜のもう11時でした、電話できませんみたいな話になっちゃうことがよくあるんですけど、ちゃんと、気づきにくい移動中の着信を、例えば歩いていて信号で止まった時にもう一回、吉川さん電話来てますってこうブルブルブルって振動してくれる機能が入っています。なんか定期的にってことなんですか。そう、あの設定をしておけば、その受信を、要するにリマインダーだから、要するに忘れないようにするためにっていうことで、まあ、歩いてて気がつかなかった着信を後で、はい、もしもしあなたさっき電話かかってきましたってお仕様を教えてくれる機能がある、それからあと、まあ、Wi-Fi に関してちょっと面白いなと思うのは、 Wi-Fi の自動オンオフという機能があります。これはだから自宅とか職場なんかで Wi-Fi が使えるときは、Wi-Fi をオンにするんだけども、例えば移動中の電車とかはまあ使わないんで、Wi-Fi をオフにしますみたいなことが、これ自動的に切り替えができるので、これもなかなか便利な機能だと思いますし、同じ通信系の機能でいうと、Bluetooth が実は 4.0 対応なんですけども、知ってる方はご存知だと思いますが、あのこのカシオさんの、前もやりましたね、 G-SHOCK の対応モデル、新しいのがまた出てるんですが、大きいタイプ、この丸っこい方のと四角いのと、いわゆるあのごつい こっちね、こっちはごつい G-SHOCK と、こっち側のほら、あのキアヌ・リーブスの映画スピードで出てきた、あのいわゆるオーソドックスなスタイルの四角いのと、4色と5色ですね、出てるんですけども、これと実はつながって、この、スマートフォンに電話がかかってくればピピピとつながって、まあ、分かりますと。ちなみにこの Bluetooth 4.0 の、G-SHOCK とつながる機能はできる機種が実はそんなに多くなくてですね、メディアスの、まあ、一部の機種、まあ、比較的最近もこれもそうですけど、あと実は、シャープさんの何機種かと、今回確か iPhone も 4S と5がつながるようになったんで、こういうのをお持ちの方は、まあ、これもまあちょっと検討してみていいのかって気がするんで、カバンの中入れっぱなしの時とかもいいし、あと私あの船の操船中いいな、あ、なるほど、腕時計だけしてもと、うんうん、いうことなので、ぜひまあこれを買われた方はそっち側もちょっと視野に入れていただくといいのかなっていう気がしますけれども、内容的には充実していて、スペックもまあ今日はあまりご紹介しませんでしたけど、日本語入力もですね、あの文字キーのサイズを変えられたりとか、T9 ってあの最近あんまりあの使われてはいないんですけど、実は結構僕は便利だと思ってる T9 っていう入力方式も使えますし、気の利いた端末、なおかつ、タフな弾として出来上がっておりますので、あんまり落とすのをお勧めしませんがはい、ということで使っていただければなと思います。ちなみに機能のスペックのところちょっとご紹介しておきますと、はい、Wi-Fi に関しては、はい、WPS の、簡易登録ができます。着信拒否に関しては、ちゃんと非通知も拒否ができるようになっています、から、Wi-Fi の、公衆無線 LAN ですね、 SP モードなんかの公衆無線 LAN はプラットフォーム上、OS 側で、もサポートしてますんでできますと。画像の編集に関してはアプリを落としていただいて編集していただく必要がありますということで、まあ機能的にはまあほぼ申し分のないスペックではないのかなということで、よくできたタフな端末でいいお買い物をされたのではないかと私は思います。はい、もうまさにこういうの好きです。そうですか、ちょっと男の子っぽいんじゃないのみたいな、ね、しかもやっぱもう男の子キャラですよねみたいな、はい、あと一つ、もう一つおまけを言っておきますが、実はこの商品ですね、これがついてるんですね。ですね。リングストラップがついてます。で、まさにっていうことができるので、まあ、あの実は結構ですね、リングストラップは割とあの他のモデルとかでもあの単品でね、あの売ってるものもあるんで、使ってる人、僕の周りも何人かいるんですけど、これはあの標準でついてきます。意外にまあ NC っていうか聞いてんなと思ったのは、このリングストラップがですね、プラスチックでできてるんで、金属じゃないので、端末に傷がつかないんですよ。
で市販のやつだと金属だったりするんで、そうすると実はつけてみたのはいいんだけど落とさないけど落とさない代わりに端末傷だらけみたいなことになっちゃうんだけど、傷に強いとはいえね、そこに越したことはないので、これ便利ですよ本当っていうことでございますね、うん、これもぜひ活用していただけるといいのかなということで、うんうんうん、非常に完成度の高いですね、うん、よく考えられた端末ではないかなと思います。ズバリいいところ悪いところじゃあ、あ違うか喜んでやってるのかな、はい、遊んでやってる、はいはい、じゃあね、いいところお願いします。はい、はい、できましたか、はい、はい、こんな感じで、はい、じゃん、プラスプルーフで安心、はい、デザインがいい、リングストラップは便利、はい、いろいろね、スマートフォンは最近見てるとなんか割とみんな大画面でこうでこうでみたいな、そのなんかネタがだいぶ固まってきたかなと。特にこの前もちょっと別なところで業界の人と話したのは、この冬モデルってなんか大体みんな一通り作っちゃって、あとやるネタはクワッドコア乗ってない人が乗せるぐらいですかねみたいな話をしてたぐらいで、こう割とみんな形も似通ってきたんだけど、そうじゃないものがやっぱり出てきたっていうの、このプラスプルーフってコンセプトは、まあ当然今までもその防水防塵はあったし、ジゾがやってるようなその対衝撃もあったんだけども、こういうコンセプトでその普通のデザインっぽいんだけど、実は結構ちゃんとしっかりガードしてくれますみたいなところっていうのは、うん、まあ、ありだと思うし、この裏側のこのねファブリック調のこのデザインとかも新しいアプローチとしてすごくいいと思うし、うんうん、フロントキーとかもすごいここをね、実はちゃんとこのこうデザインよくできてるなと思うのは、うんうん、ここの、ま、ホームキーの周りも実はリングがついたりするんで、細かい演出とかすごくできてるので、うん、よくできてるのかなと思いました。うん、でまあ、もう一つそのデザイン面に関して言うと、これはどっちかというとひとみちゃんが言うべきなのかもしれないですが、はい、やっぱりデザインなかなか難しくてですね、うん、四角いスマートフォンも確かにデザイン美しいのあるんだけど、はい、タフなのは欲しいけど実案はちょっとな、はい、そうなんですよ、さすがの私もあそこまでガチガチすぎると、まあ、ちょっと抵抗あるけど、これは本当にもう素直にいけた、私のために作ったんじゃないかって感じ、うん、多分そうだと思いますね、はい、本当そういう意味で言うと、別に実はダメという話じゃないんですが、うん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 、そうじゃないセグメントの人もたくさんいらっしゃるんで、はい、そういう人にとってはすごくいいと思うし、ね、そんなアウトドアとかにこだわらない人でも全然モテますし、うんうん、普通に仕事をしてるそのビジネスタイムは普通に使ってるんだけど、はい、ウィークエンドは例えばじゃあ釣りに行きますとか、うん、ボートやりに行きますとか、うん、いろいろいると思うんですよね、はい、そういう人にとっては非常にこうアクティブに使えるんで、僕はこういいとこだなと、うん、であとまあリングストラップは今までもいくつかあったんだけど、これをあえて標準でつけてきたっていうのは、まあまあそれはそれでやっぱり一つアプローチとしていいのかなと、好みは皆さんあると思うんですけど、まあ、こういうその落ちても大丈夫な端末だからこそ落とさないようにするためのストラップがついてた、あたりは僕は、まあ、結構気が利いてんのかなという感じはしました、うんね、僕的にはこのストラップも含めて、うん、デザインも含めてすごくうまくまとまった端末だと思いますね、うん、はい、ではあまり聞きたくないんですけど悪いとこないですよね。いえいえ、それはまあね、それはそれなりにそれぞれいろいろありますから、はい、こちら、はい、あるんですか。まあ、こんなとこですかね、はい、じゃん、ワイド VGA か、てん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 、バッテリーをもう、ん？もう一息、一息、 NEC のホームアプリは、うん、先に3番目の話してみます、はいはい、今回こう標準で、こんな感じでいつものドコモパレット UI が載ってるんで、こんな感じでこうか、押すとでこうビヨーンってあるところでできて、こう縦にスクロールって、うん、もう非常に快適に使えるし、それでだんだんこれも進化してきてるんで、よくできてると思うんですけども、やっぱりそのメーカーのホームアプリってのは結構ちゃんとやっぱり各社みんないろいろ工夫をしてやり始めてる時期なので、今の今回のこのモデルで言うと、もう一個のホームアプリっていわゆるAndroid標準のランチャーなので、メニューキーを押すとまあこういう形でまあ、左右にこのグループ分けていくっていう、はい、まあ、このオーソドックスな Android 4.0 のスタイルになってるんですが、うん、そろそろちょっとやっぱり前も言ったことなんですけど、うん、NEC ならではのホームアプリはやっぱり責任としてですね、やっぱり作っていただかないとですね、うん、君だけ作らないっていうのはそれはさすがにねえですかみたいなところはあるんで、今後の課題としてですね、一つ残しておきたいかなっていうのと、うん、はい、あとそれからバッテリーに関してなんですが、はい、なかなか難しいところなんですけど、はい、宣伝のように結構
しっかりしたサイズ、まあ、今1720は結構大きい、まあ、大きくはないかな、まあ、去年の夏ぐらいの段階とか去年の冬ぐらいの段階ではかなり大容量なんですが、今年の冬でいうと2000ミリ級がやっぱり割と当たり前になってるんで、ちょっと少なめなのかなっていうところがあって、例えば連続待ち受けも、まあ、3G520LT370 みたいな感じですんで、他社と比べるとまあスペック的にはまああんまり遜色ないんだけど、やっぱり実際使ってみるともう一息持ってくれると嬉しいなって感じはちょっとするので、最近あのね結構ロングで持ってくれるものが増えてきてるので、それを要するに容量で稼ぐのか、そうじゃなくてそのなんかいろんな省電力で稼ぐのか、いろいろやり方はあると思うんですけども、まあ NEC としてなんか違うその取り組みはもう一つやってくれてもよかったのか。ただエッシュアダプターは持っていけば急速充電ができるので、そこはねカバーできるところではあるんですけども、あとはまあ画面のサイズ、まあこれはあのさっきも最初に言った 4.0 インチで、いわゆるワイド VGA のサイズなんですけども、これがダメという話ではないんですけど、やっぱりそのスマートフォンの今の世の中の趨勢から考えると、ワイドじゃ済まなくなってきているのかなというのが僕の感想なので、フルワイド以上もしくはまあ HD が最近まあ流行るのは主流になってきて、まあこれウィズシリーズだから HD じゃなくていいでしょうっていうのと、4.0 インチで HD はね字がちっちゃいっていうのはあるんだけど、まあここら辺はなんかあのダメではないんだけども、一応使う人としては頭の片隅に入れておいた方がいいでしょうと。総合的には非常によくできている端末で、僕はこの路線は非常にいいと思いますし、あともう一つだけおまけを言っておくと、 NEC の端末はいつまでたってもイヤホンが刺さらなかったんですが、ようやくあの 3.5Fi のですね、イヤホンが刺さるようになったので、まあ、これもあのいいのかなと、いろんなところでアクティブに使っていただければと思いますので、まずはあのお店に行っていただいてですね、はい、あんまりお店の人の前でこれをやらない方がいいと思いますけど、ね、確かに、はい、お客様って言うんですか、そうそうそう、お客様それはご勘弁くださいって話になると思うんで、それやらない、はい、自分で買ってみてからいろいろやってみてくださいということでございました。はい、はいはい、ハウトゥー携帯です。堀先生、なんか今回ハウトゥー携帯のあれネタ聞いてないんですけど、なんかあるんですか、うん、ひとみちゃんに宿題を出してたんだけど聞いてなかった。何それ聞いてない、聞いてないな、何ですか、宿題って、ね、お考え止めになられましたよね、これはね、はい、はい、ありますよ、まだ使い始めたばっかり。じゃあそうです、さっき言ったそのね、あの汚れがつかないとか、いろいろね、はい、まあ、タフだとかいろいろ評価してる部分はあると思うんですけども、うん、やっぱりちょっと実際こう買ってみてですね、うん、本当に、うん、例えばまあ大丈夫なんだろうかと、特にその落として平気とかさ、あ実際落としてみないと分かんないことですから、ダメダメ、いいじゃん落としてみようよ、やだ、だって万が一こう、え大丈夫だから、やだやだやだ、ということでですね、はい、本当に平気なのかっていう話がですね、はい、よくあるので気になるよねって話をしてたらですね、はい、うんうんうん、いつの間にかですね、うん、うちのこの番組のスタッフがですね、うん、ジョーやってやろうじゃないかってですね、うん、映像を見ていただきたいんですけども、何、実はですね、私の知らないところ で、うん、で、まあ、当然ひとみちゃんも知らなくて、僕もさっき聞いて本当かよとかってちょっと驚いたんですけど、うん、まあ、こういうちょっと映像があって、ね、メディアスユー耐久テストもらいます、 こ、 こ、 れ、ね、この端末じゃないですか、これね、まさにこの端末なんですけど、うん、ちょっとこう電話をかけて、とりあえず本物です、木ではありませんということで、うん、はい、まあ、ちゃんと117に電話してこうね、あ時報も聞こえたり、ね、ちゃんと本物ですと、うん、分かりました、うん、ここを聞いてるんですけど、で、これ電話終わってどうするのかなと思ったら、はい、うん、なぜか床とか地面に置いて、なんかエンジンを聞こえるやん、っていうことですよ、こう、こうなんか車って、ああやっちゃったよ、しかももう一回引いてるよ、おい、大丈夫なんだよということですね、もう一回引いてみてください。耐久テスト第2弾いきます。え、ちょっと待って待って、投げたよ堀先生、投げたよ、平気で、もう一回電話をしてみるとちゃんと使えますと。本当変な声になっちゃってるんじゃないの、時報の声が、時報の人は泣きそうな声なの、そう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 、そんなわけないでしょ、はい、使えてます、大丈夫です、すごいな。ということでですね、こういうこうちょっとネタが、うん、まあ、どうもうちのスタッフがやったそうなんですけど、はい、本当にタフでしたと。うん、まあ、象ではないけど車が引いても大丈夫。うん、まあその 1.2 メーターのそのまあ規格のその落としても大丈夫って言うんですけど、うん、今落としたことで、ちょっと今 1.5
1.2 以上ありましたよね。1.2ちょっとあったよね。しかもだってちょっと上に放ってたもん。 それでも全然平気だったんで。まあね、さすがに買って自分のであれを試そうっていう気にはならないから、うん、本当この映像はちょっとすごいねって思いました。ですよね。回しちゃダメですよ。まあ実際どうでしょう、例えば携帯さん、クラッシュのねコーナーとか見ると、うん、自転車とかバイクに乗ってて、うん、ポケットに入れてたんだけど、走ってこうね落ちたポケットが落ちちゃって、で、すぐ気がついて振り返ったんだけど、気がついたら車にひかれて粉々でしたみたいな話はよくあるんですが、もしかしたらこれだったら救えたかもしれないっていうですね。いや、救えると思いますよ。だってあんだけやって、まあでも ね車が何十キロとかで通過してるわけじゃないんで、まあまあ一応、でも普通で車1トン以上ありますから、まあタイヤ1個だと考えても結構な重さがありますんで、まあ相当な荷重がかかりますけど、それでも全然大丈夫ということなので、ちゃんと実力も伴ったこの対衝撃性能があるということですね、ちょっと証明できたんで、今後はこういう形で実験くんコーナーをですね。ねえ、面白かった実験くん。今回は第1回としてですね、うん、第2回以降があるかどうかはですね、分かりませんが、うちのスタッフの野心というかですね、次第だと思うんですけども、試してみたいと思いますけども、うん、メディアスユーを買った人がいたらですね、うん、この映像ぜひこの番組のこのコーナーを見せていただいて、まあ前の部分を見ていただいてですね、うん、はい、こんな実は車が引いても平気なのよっていう話をですねしていただけるとですね、うん、より自信を持って使っていただけるのかなと。そうそうそう。ただしこれはこういうところでスタッフが試しにやってみて大丈夫だったって話なので、うんうん、絶対大丈夫って話じゃないので、ご自分では絶対やらないでくださいね、うん、特にお店でもやっちゃダメですよ。お店はダメですよ、ね、試してみましょう。実験空のコーナーでございました。ちょっと安心しました。はい、うん、今回ご紹介しましたメディアスユー N02E ですが、はい、もちろん私も買ったし、はい、デザインにも惚れたし、さっきのね映像を見てますます安心できたから、いや私本当いいお買い物できたなと思って楽しかったです。なるほど、うん、はい、まあいろいろね、はい、あれがいいこれがいいっていろいろ話ありますけども、個性という意味でもすごく、うん、デザインも含めて非常に個性もあるし、はい、機能も個性があるし、かといってそんなに何でしょう、言い方悪いですけどはぐれもんってわけでもないんで、やっぱりちゃんと王道をついてるっていうね、N の良さはちゃんと受け継いでいるので、そこはやっぱり完成度はすごくいいし、僕的には個人的にはタフな機能を持ちながら、あるいはこういうその汚れないとか、そのね霜がつかないとか傷がつかないとか、こういうのやりながらちゃんとこの綺麗なデザインと、ちゃんとこのさっき言ったリングストラップのリングがあるんだけど、ここの実はホームキーの周りもリングがついてとか、細かい演出も含めてですね、意外にねそういうとこちゃんとおしゃれなので、こういうとこは非常にいいのではないかということで、ね、本当です、はい、もう私ねまだ本当持ってほやほやなんですよ。だからガンガン使ってどんどんね勉強していきたいと思います。なるほど。ガンガン使っていきたいと思います。あんまり迷ってこの使い方がわからないイラーみたいな感じで車でピューとか引かないように、はい、そうなる前に堀先生に相談します、はい、ぜひ、はい、大事に使っていきたいと思います、はい。